諸軍は宗妃と芝一族により計略が巡らされた洛陽を突破。劉備らの合流を待つと、ついに曹操がいる巨匠へと軍を進めた。曹操、かつて劉備と共に戦い、後に強大な敵として立ちはだかった男。乱世の初めより、その存在は劉備の運命を大きく動かしていた。今ここでその数奇な因縁のすべてに決着をつける。曹操の覇道を止め、乱世を終えるために掲げた仁の世の理想を天下に実現するために、万感を胸に劉備は曹操との決戦に臨む。劉備の志士劉禅と趙雲、諸葛亮も決戦を前に息を上げる。乱世の果て、男たちは最後の戦いに挑む。劉公子だ。仁の志を受け継いでいるぞ。だな、兄者、ここまで。あと一歩だ、翼徳。最後に敵するはやはり曹操殿でござったな。ああ、雲長、奴こそが乱世の元凶であったのだ。嬉しく思う、雲長、翼徳。あ？どうした急に。我ら三人揃って今この時を迎えているのだ。あの日の誓い果たせたな。そういうのはこの戦に勝ってからにしようぜ。ん？さあ行こう。乱世の向こう、新たなる時代へと。どれだけの者がいようと関係はない。我らはただ兄者の大志を支えるのみ。関雲長の義の刃、劉玄徳の仁のために。心配いらねえ、兄者の道は俺が開く。何があってもな。これが最後の戦。延妃と張飛、大暴れしてやるぜ。乱世の先を作るのは覇道ではなく王道。それはすなわち劉備殿の道に他なりません。ならばこそ私はその道を開く槍とならん。いざ趙紫竜、劉備殿の大使と共に。拙者の部、父上にはまだ遠く及びません。ですが拙者も全力を尽くし戦います。いよいよ仁の世は目前。やはり最後に立ちはだかるのは曹操か。諸葛亮、この戦策。
いくつかの手は打ってあります。ですがこの戦を決するのは策ではなく思い。劉備殿の大志とそれを支える将兵の闘志、それらがある限りこの戦負けません。これでは軍師失格ですね。ですが勝ちましょう劉備殿。ああそうだな。よし行くぞ。皆共に新たな世を。曹操を倒し乱世を終える。皆最後の戦いだ。奮戦せよ。敵の援軍がの冴えでござるな。
は案外難しい。だからそれを分かってる俺がやる。市街地のレンドとは大道が狭くて避けようがないか。道が地面だけなんて誰が決めたんだい。はしごを持ってきな。屋根の上を進むよ。これでなんとか。
さぶりです。長子竜、感激しました。先に進めるよ。もちもち諸葛亮たちとも合流できそうだね。父上もそのあたりまで来ているのか。お怪我などされていないというのだが。意をいただくべきはこの長州内の秘伝公館。ここで散ってもらいます。本郷なことを言って散歩は寂しい。ならば応じねばなるまい。導けるか。断りを示し力で立さねば人は。そうかもしれぬ。だが私はそれでも人を信じたいのだ。ふん、ならばやってみるがいい。さらばだ、劉備。
さらばだ。そうそう。乱世の巨星曹操は巨匠に倒れた。蜀軍はそのまま曹操を失い混乱した河北一帯を平定。ここに乱世は集結した。その後劉備は漢の都である洛陽を再建、そこに帝を迎える。帝は劉備と孫権を王に奉じ、彼らに天下の実質的な統治を託した。かくして官室は復興、天下は平穏な日々を歩み始めた。戦乱に傷ついた大地はいずれ民の手で豊かな実りを結ぶだろう。騒乱にすさんだ人の世もやがて大きな輪を描くだろう。劉備はその情景を胸に描き、仁の世の実現を目指す。民や仲間と共に、そして彼に明日を託した宿敵の言葉を胸に、英雄の大志は天へと届き、今新たな時代が始まる。今共に新しい時代を迎えられたこと、この劉玄徳心から嬉しく思う。だが今日までの戦乱のこと、どうか忘れないでほしい。いさかいを力で収めても心までは従わぬ。人の情は断りのみではつかめんのだ。だから皆互いに語らい、信じ支え合ってくれ。手で健やかなる仁の世を。